やっぱり来たか。やっぱりな。最後の情けを無駄にしやがって愚か者が。ありがとう。アブネイジマン。豪華キャスト陣を迎え、龍が如くが挑む新たな挑戦。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。心の根っこの部分で繋がっちまってるからなんだよ。龍が如く7、光と闇の行方。